続いてこちらのコーナー行きましょう。カルタトベラッタープタレッタはい、このコーナーですね、毎週月曜日発売されている、スピリッツ、はいね、スピリッツに載っていることから何でもクイズにしますよと、はい、ただそれだけじゃありません。過去のスピリッツに載った作品やですね、さらには小学館の漫画の中ではもう全てね、はい、もう全ての中からクイズ出していいですよというコーナーでございます、はい、今日はアンガールズの2人もね、はい、いるので一緒にこのコーナーやってもらいたいと思います。アンガールズ一緒に答えればいいんです。クイズ、分かったら答えていただきたいと思いますけど、はい、今夜はですね、うん、新生活を舐められない方法をお送りしているので、うん、舐められたらとっても怖い牛島くんクイズスペシャルとなっております。あ、牛島くんから。闇金牛島くん、僕が今もう結構一番好きくらいの漫画ですよ、うん、まあ面白いですけど、うん、この知ってます？僕ドラマで見てて、ああドラマもそうそうやりました。めっちゃ怖いですよね、なんか雰囲気。そうですね、あの静かに怖いですよ、ね、はいはいはい。知らない？あ、知らない。あ、いい、全然大丈夫です、知らなくても大丈夫です。そのじゃあ日村さんも知ってはいるだろうけど、はい、そんな内容はあんまり知らないですね、はいはい、じゃあこのね、闇金牛島くんはね、はい、まあ闇金っていうね、はい、あの闇でお金を貸す闇金、はいはいはい、それがあの題材になっていろんな人間模様を描いてる漫画なんですけど、人間のドロドロした部分とか、うん、本当にねそういうところを描写してるんですけど、その描写がね、はい、すごくあの読んでると面白いんですけど、うん、確かに怖い、どんよりするものもいっぱいあるんですけど、うん、じゃあそんなね、今日は闇金牛島くんスペシャルということで、はい、行きたいと思います。お願いします。ただですね、これ最初に言っときますけど、はい、このクイズ正解すると、はい、あの深夜ラジオでありえないような商品うち用意してますんで、まだ日村さんはゲットはしてないですけど、はい、ハワイ旅行とか、そういうの出ますんで。一回だけお団子はゲットできたんですけど。お団子です。なんかいろんなのがあるのよ、商品が、ね、いろんなハワイ旅行もありゃ、そう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 、お団子もあるし、うん、上はかなりすごいものもありました。リアルにお金っていうのもありますし、おお、いいですね、すげえ、はい、一応あの皆さんにはもう見えてると思いますけども、はい、ここにボックスが用意されてますね。はい、ありますね。この何番って言ってもらえるとそこを開ける形になってますんで、ボックスがある、あの入って言ってもらっていいかな、ここ、はい、もうここちっちゃちょっともうめんどくさいから、そう、はい、はい、皆さん、ああるある、はい、ね、数字が書いてあるボックスを、はいはい、あのその答える前にこれあげますよっていうのを決めてもらったら、その商品が当たったらもらえるってことになってます。なるほどね、だからあるんです、このボックスが。なるほど、そうなんだ。さあそれではいきたいと、これじゃあいきますね、はい、ラジオネーム背番号0番、はい、はい、主人公が闇金業者という前代未聞の設定の闇金牛島君、うん、はい、売春、覚醒剤、暴力団など、うん、かなりアウトローな内容の作品ですが、うん、作者の、真鍋翔平さんについて調べると、うん、はい、真鍋さんはある作品に深く感銘を受け漫画家を志したそうです、うん、さて、うん、闇金牛島君の作者が漫画家を目指すきっかけとなった作品は何でしょう。これはだから闇金牛島君読んでなくてもね、はい、何をこの読んで影響を受けたかっていうのを答えてもらいたいんですが、その前にこの問題ね、正解した場合もらえるプレゼントを決めたいと思います。何番にしますか。1から1000まで、ボックスで。アンガールズちょっと、じゃあ1から1000までのボックス、ちょっとどれか言ってもらっていい。じゃあ954番ですね。ああ、じゃあ開けてみましょう、はい、うん、こちら、ハワイの、出た、マジか、すごいじゃん、900ハワイの、やっぱ TBS ラジオの954番はハワイですね。ハワイなんです。お、じゃあこれ当たったらハワイ、これハワイですね、すげえね。さあそれでは皆さん考えてください。はい、はい、ね、闇金牛島くんのね、作者の真鍋、翔平さん、うん、ね、何人をきっかけで、漫画家を志すきっかけとなった作品を答えていただきたいと思います。はい、もうこれヒントヒントもらっていいですか。はい、ね、いっぱいありすぎますよ ね、 いっぱいありますね。これね、うん、あのもう大ヒントいこうかな。はい、はい、オールジャンルの年齢の人がこの作品を知ってますね、うん、そして、うんうん、これもまあ小学館ですね、これ大ヒントですよ。もうじゃあ、はい、
俺はいけるよ。僕もいけます。いける？はい。行ける？行けます。はい。行ける？はい。え、文字でもう当たるかな、はい、せーので答え、もしかしたらせーのでも合うぐらいかな、はい、せーので合うと思います。行きましょうか、はい、答えもういい、それが答えになっちゃう、言ったら、はい、ハワイかかってんだよ、はい、いやでもオールジャンルで小学館って言ったらもうあれしかないでしょ。そうなんだよね。やべえ、俺ちょっとヒント出しすぎてんのかな。ねえ、そうなんだ。これ当たるでしょ。3人揃わなかったらダメにさせて。じゃあそうだね。ちょっと待って、俺見えてないかも。え、嘘、見えてない、うん、小学館でもういろんなその世代の人が読んでるやつだから、うん、もうあれしかないじゃん、うん、漫画それ、漫画、漫画、漫画。よし、わかった。急に何で今まで分かんなかったんで。おお、あれだと思う。じゃあ3人揃わなかったらダメにさせて。はい、はい、オーケー、せーの、ドラえもん。くな、えぇ、ー、うわ、違うんだよ。ドラえもんでしょうよ。え、ドラえもん、ドラえもん、ドラえもん、日村さん、ドラえもん、なんつったの、名探偵コナンか。あ、3人揃わなかったということで残念。なんでよ、めんなんてコナン君読んでるよみんな。いやでもこれ、この答えは、はい、ね、答えは実はドラえもんでした、はい、ほらー、やばい、やりたかったわ。何やってんの、やばい、取りたかった、ごめん。これまあ闇金牛島くんの作者がドラえもんに感銘を受けたとは思う。だってそう思わないじゃん、そんなドロドロした感じと真逆だからさ。でもだってコナン君、コナン君は多少事件起きるからさ、そっちだと思うじゃない。出たわ、田中いるからこれもらえないよ、せっかく。え、本当にあげるから、まだ難しい、まだ3人合わせなきゃいけないから。まだある、まだある、よかった、ま、頼むよ。じゃあ続いていきます。行こう、次行こう。こちらラジオネームはぬべやま、はい、からの問題です、はい、闇金牛島くんのですね、うんうん、問題なんですが、闇金牛島くんに登場する牛島くんの宿敵、うん、極悪ガクト三兄弟、これまたすごい三兄弟、ガクト三兄弟、はい、彼らが行う極悪な行動の一つに、うん、ブラジャーの刑というものがあります、うん、さてそのブラジャーの刑とは一体どんな刑でしょうか、ブラジャーの行動でしょうか。えぐいですこれは。ブラジャーの刑、もう読んでて俺もこれ最悪ですよこんなの。ブラジャーの刑か、これも合わせるんですか。これ合わせはかなりきついね。これは合わせなくてもまあ誰か分かったらじゃあいいでしょう。誰か正解したら、じゃあちょっと、その前にボックスの方、ナンバー、じゃあさっき山根さんと田中いきましょうか。はい、1000番。お、ちょうど、はい、1000番いきますか。1000番はですね、マジで何だこれ、水質量、水質量だ、いや今回のね目玉だったのよ、ハワイとスイスが、もう2つとも出ちゃってるわ、すごいな。スイスなのね、行きたい。スイス旅行なのね。スイス旅行、行きたい。羊の群れとかね、よっしゃ見れるよ。これは1人当たった場合はペアだから6名様分あげる。マジで。いやだって1人分じゃ意味わかんない。すごいスポンサーですね。すごいんだよ。いやいや、まあね、まあスポンサーっていうか、これは結構こっちで頑張って出すって、TBS が頑張って出すんですか。まあ俺が、設楽さんが出すんですよ。なんか途端に嘘つけんだよ。本当ですね、絶対ですよ、絶対あげる、絶対、絶対当てたい。どうしよう、じゃあ誰かなんか分かった。はい、じゃあ私から行きましょう。はいはい、ブラジャーの K、はい、あの、うん、胸をすっげ思いっきり揉まれんの、ギューって。あー、痛い。ギューって揉まれて、要は、うん、あざがついて、うんうん、それがブラジャーの K。 なるほど、あ、これどうでしょうか。残念、この問題も終わりですね。1人1個って聞いたから俺とりあえず言ってみたのよ。代表の答えじゃないの。代表じゃなくて、俺は1人1個に。そんなのどんどんやったら当たるかもしれない。いやだから1人1個、1人1個、はあ、1人1個、そうだと思ってたからあんなに簡単に言っちゃったんだ。そう、俺もそう、そうだと思ったから。ここは1人1個さして、ね、じゃああと1回さして、せめてアンガールズ1個とかもいいから。だってヒントとか聞けば出すのに、なんか、じゃあヒントくださいよ。ブラジャーのそんな生優しい系じゃないですよ。もっとすごいんだ。へえ。じゃあ答えていいですか。いや、だからもうちょっともらった方がいい。あ、そうだ。ヒントもうちょっとくれます。もうちょっとくれ。そのなんかこう、もうちょっとさ、ヒントばっかもらってたってさ、はい、なんか道具的なものは使うのかな。あ、そうそう、そういうの欲しいよ。ブラジャーは使えます。例えば単純にブラジャーは使
いません。ブラジャー使わないよ。それを道具的なものを使います。そこですよ。それをブラジャーみたくしてるんですよ。要は。まあね、まあまあこういうトークしていくと俺もポロッと言っちゃうかもしれないから、そういうふうに聞いてくれればね、うん、まあ、ヒントも出します。じゃあ何の道具使うんですか。何の道具、ガクト三兄弟はですね、はい、まあ極悪非道ですけども、はい、まずですね、こうまあなんだろうな、不良のアイテムみたいな、なんて不良のアイテムっていうか、まあ不良の、別に不良じゃなくてもまああれなんですけども、いわゆるこうなんですかね、まあ不良っていうとどんな感じ？なんかメリケンサック的な、あー、はいはいはい、あと、うん、鉄パイプ、あー、なるほど、もっと普通のアイテムを想像してください。タバコ、きた、タバコ決定だな、はい、もう大体分かったね、タバコってでブラジャーの系だから、タバコでブラジャーの系、それはえぐいよ、これえぐいよ、タバコでチッ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 って多分やってきた、タバコの根性焼き的なものをブラジャーの形で、うわそれきつい、あざつきつい、うわ痛い、で一生残るでしょ、一生残る、うわー、それだ、最悪だ、それ間違いない、絶対それだ。じゃあ答え でどうします、まとめますと、はい、タバコの、うん、で根性焼きをするのをおっぱいの周りにブラジャーにされちゃう、どうでしょうか、うん、あー、すごい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 、すげえ、出ましたね、はい、正解です。これ最悪なんですよ。最悪だな、ガクト三兄弟はちょっとね、言っちゃってるんですけども、うん、まあでもこんなことしてるからね、うん、ちょっとバチが当たるというかね、やられちゃうんですけども、これ最悪の件、正解でございます。うん、これね、あと残り一勝です。最悪です、最低だな。後ろまで全部ですよ。最悪だな。さあ、でもまあ、これクイズでは正解ということで、まあまあね、はい、これでも日村さん最初答えてダメだったんで、これは日村さんの分はなしにさせてください。そんなに。わかりました。もう僕はわかりました。考えず2人分はじゃあもうこれ獲得です。ペア2名、4名、合計4名。すごい。何番でしたっけ ?1000 番で。1000番、ちょっとじゃあね、これもらったものを見てみましょう。こちら。いやー、すごいな。出力でしょ。水素旅行だと思ったら違いましたね、よく聞いたら。なんすか途中でさっき止めちゃったから、もう一回開けてみましょう、千番。いやー、いいヨーデル。ヨーデルだね。味噌汁だ。この歌すごいな。何の歌？味噌汁飲み放題。誰が同じ飲み放題？味噌汁ゲット。いらないよそんなの。いや好きだけどそんな飲み放題誰だもう困るもん。こうなっちゃうね。こうなっちゃうね毎回。いやこうなっちゃわないよ。こうなっちゃうんだよこれ。こうなっちゃわないよ。味噌味噌味噌飲み放題。味噌味噌もうちょっと用でるのやってよ。誰がどこで見つけてきたんですかこれ。いや味噌汁ゲットだった。ごめんね。水素旅行かと思ったらよく最後まで聞いてなかったわさっき。ぬるいんだよこれ。ずるくないよ味噌汁なんだよ。こっちはちゃんと味噌汁用意してる。あんな歌になると思わないでしょ。ということでクイズスピリッツでした。